クリスティアン・アンドレアス・ドップラーは、オーストリアの物理学者、数学者、天文学者。観測者と振動源との相対運動によって、振動数が変化することを詳しく調べ、八百四十二年、それをもとに、数学的な関係式を作った。いわゆる、ドップラー効果である。オランダ人の科学者、気象学者である、クリストフ・ボイス・バロットが、八百四十五年、 オランダのユトレヒトで列車に乗ったトランペット奏者が G の音を吹き続け、それを絶対音感を持った音楽家が聞いて音程が変化することで証明した。プラハのプラハ工科大学で教授を務める。ドップラー工科はこの時代の発見であり、チェコ工科大学には彼の名を冠した基礎物理学研究所、ドップラー研究所がある。1850年。 ウィーン大学物理学研究所の所長に就任。教え子の一人に遺伝の法則で知られるメンデルがいる。ドップラーの成果はザルツブルクの新市街マカルト広場に面している。ちなみに、マカルト広場にはモーツァルトが1773年、旧市街の成果から移転した住居がある。ありがとうございます。